んにちは、みやこです。今日はじゃん、こちらアフタヌーンティーとルピシアの福袋を購入したので、こちらを開封していきたいと思います。はい、この前のお正月はアフタヌーンティーリビングっていうところでキッチン雑貨の福袋を購入したんですが、今回は食品の福袋を購入しました。はい、3000円、5000円、8000円と、3種類の福袋があったんですが、私は真ん中の5000円の福袋を購入しました。はい、ルピシアの福袋は本当にいろんな種類があったんですが、私は今回1万円の福袋買いました。はい、どうしようかな。まずじゃあルピシアから開けたいと思います。ルピシアは、この前のお正月に、ルピシア専門店で福袋を購入して本当に美味しくて、2021年の福袋も買うって思っていて、ルピシアの専門店のホームページの、ネットで福袋が買えるっていうことを知って今回注文しました。はい、わあ、すごい。はい、じゃあこんな感じです。2種類のお茶のセットが選べたんですが、ノンカフェインとローカフェインのハーブティーが入っているタイプのティーパックのタイプを1セットと、ノンカフェイン、ローカフェイン、こっちはハーブティーなんですが、こっちはティーパックじゃないお茶の葉がそのまま袋に入っているようなものを選びました。あとねリーフティーセットっていうのも入ってました。めっちゃ嬉しい。リーフティーセットから開けていきたいと思います。じゃん、まあ素敵、まあ綺麗。3種類のお茶が入ってます。メルシーミルフィフォア、白桃やイチゴの甘い果実の香りが華やかに広がります。色とりどりの花びらが美しい、フランス語でありがとうの気持ちを伝える花束をイメージした紅茶ですって。でこっちがウーロン茶、白桃ウーロン茶、上質の台湾産ウーロン茶にみずみずしい白桃の香りをつけた不動の人気アイテム、白桃、桃の香りがするウーロン茶があるんですね。すごい美味しそう。でベルポック、ダージリンにコクのある紅茶を組み合わせた人気のオリジナルブレンド、あ、これも紅茶ですね。嬉しい、紅茶って美味しいですよね。ほんと紅茶大好き。あ、もう一つの箱も一緒でした。プレゼントにいいですね、これ。じゃん、ノンカフェイン、ローカフェイン、ハーブティーのティーパックのタイプ開けていきたいと思います。じゃん、結構入ってますね。 1,2,3,4 13袋も入ってました、この片方の箱だけで。めっちゃすごい、オタクすぎる。まずこちら、キャメルラム、ハニーブッシュ、ルイボスティーですね。ルイボスティーにちょっと何か変わった味が混ざってるみたいなの好きです。10袋の、ティーパックが入ってます。はい、あとは、ラビアンローズということで、これはローズヒップティーですね。美味しそう。ローズヒップティーもこう色が綺麗でさっぱりしたような感じで好きです。あとじゃん、こちらオーガニックルイボスナチュラルということで、もうザ・ルイボスティーっていう感じの。ルイボスティーっていいですよね。こうノンカフェインでこう心が落ち着くようなお茶ですよね、ルイボスティー。でも去年買った福袋に同じのが入っていたんですが、すごく美味しかったです。美味しいルイボスティーだなっていう感じでした。じゃあこちらピッコロ、これも去年あったかな。ハニーベリー、アプリコットが甘く優しく香るルイボスティー、ミルクを加えても美味しいということで、これもルイボスティーでちょっと一味違うルイボスティーですね。めっちゃいい、めっちゃいい。ジンジャー&レモンマートルということで、ハニーブッシュ、ルイボス茶、ジンジャーカット、レモンマートル、オレンジビール、生姜パウダーが入ってるということで、温まりそうですね。エルダーフラワー&カモミール、でもハーブティーですが、お花の香りのなんかとても美味しそうなお茶ですね。じゃん、スイートドリームス、カモミールとジンジャーにドライアップルをブレンドした体が温まるハーブティーってことで、なんか月のマークが入ってて、なんかいかにもこう寝る前に飲むといいですよみたいなハーブティーですね。良さそう。セパフェ、これはハイビスカス、ローズヒップ、ドライブルーベリー、レモングラス、いろんなハーブティーがブレンドされたような、まあ、ローズヒップが強そうなハーブティーですね。ジョルダンソバージュ、マンゴーとシトラスの香り、美味しそう。桃の香りのルイボス茶ですって、美味しそう。デカフェさくらんぼっていうことで、あ、これは、デカフェの紅茶でさくらんぼの香りがする紅茶ですって。美味しそう。さくらんぼの香りがする紅茶って飲んだことないですね。デカフェアールグレイということで、あ、おなじみのアールグレイの紅茶の、デカフェタイプですね。じゃん、こちら
デカフェ白桃ということで、これは紅茶のデカフェタイプに、桃の香りがするっていうものですね。めっちゃいい、めっちゃいい。いや、たっぷり楽しめる。あとは、お茶の葉、あのティーパックじゃない方ですね。はい、こんな感じで入ってます。美味しい紅茶のデカフェタイプですね。じゃあヤミー、ストロベリーとバニラの香りをブレンドした優しい飲み口のルイボス、ミルクを加えても美味しいですよ。ルイボスレモンってことで、ルイボスにレモンの香りが入っているものですね。美味しそう。デカフェの紅茶に、桃の香りが入ってるっていうやつですね。で、これ何、これは何だ。レモングラス、ペパーミントが爽やかな朝の目覚めを助けてくれるハーブティーということで、朝飲む用のハーブティーなんですね。本当に爽やかな感じがしそうですね。じゃん、こちらはアラビアンローズ、ルイボスにハイビスカスとローズヒップをブレンド。じゃん、こちらはルイボスティーにマンゴーとシトラスの香りが入ってるんですって。またおしゃれですね、おしゃれ。はい、じゃん、こちらはオーガニックルイボスナチュラルということで、これはルイボスティーのザ・ルイボスっていう感じのやつですね。これはエルダーフラワーカモミールということで、心も体も温める爽やかな風味。はい、じゃん、あ、ここにも入ったスイートドリームスってことで、寝る前におすすめのハーブティーですね。これデカフェアップルティー、リンゴの香りがする紅茶ですね。大好きこういうの。で、なんだ、エルーニョ、エルニーニョ、チョコレートの香りがする紅茶ですって。いいですね、バレンタインに良さそうですね。ピーチメルバーっていうことで、ルイボスティーにピーチとクリームの香りが入ってるってやつですね。デカフェアールグレイってことで、おなじみのアールグレイ紅茶のデカフェバージョンですね。キャラメル&ラム、香ばしいキャラメルの香りをまとわったルイボスとハニーブッシュにラムの甘い香りでアクセント。ジューシー。15袋も入ってました。すごい、めっちゃすごい。こちらのティーパックタイプはすごくね、手軽に使えていいし、自分の好きなお茶っ葉の量を入れて飲めるっていうお茶も、こっちもこっちですごい量入って、すごくお得っていう感じ。ちゃんとこうラッピングされた3種類のお茶も2箱も入ってて、税込みで1万800円ということで、これは本当に買ってよかった。はい、じゃあね、こちら、アフタヌーンティーの食品の福袋を開けていきたいと思います。はい、このあのバッグ、この本当にすごいしっかりしたバッグなんですが、これもついてきます。これもついて5000円ですからね。めっちゃいいじゃないですか。買い物にめっちゃ良さそう。こうやって持ってもいいし、こうやって持ってもいいですよっていう、かわいい感じの猫ちゃんが入ってあるバッグがついてくるってめっちゃいいですね。こんな感じで入っているんですが、何から見よう。じゃん、こんな感じのお茶が4種類入ってました。はい、もうお茶大好きだからね、ほんと嬉しい。アフタヌーンティーブレンド、紅茶のティーパックが、7袋入っているものです。アフタヌーンティーブレンドということで、美味しいんじゃないでしょうか。あとはじゃん、こちらは、アールグレイです。ティーパックが7個入ってます。アールグレイいいですね。こっちも、これも紅茶なんですが、アップルの香りがするっていう、お茶ですね。アッサムって書いてあります。これも紅茶ですね。紅茶がまず、4種類入ってました。はい、そしてじゃん、こんな感じのお菓子っぽいものも入ってました。これは、パフチョコレートですって。あ、チョコレートですって。アフタヌーンティーのチョコレートとか美味しそうですね。あ、めっちゃいっぱい入ってる。なんだ、こんな感じの箱が入ってました。これはあれですね、きっとアフタヌーンティーって書かれてる丸い缶。かわいい、めっちゃかわいい、この缶めっちゃかわいい。はい、おー、あー、美味しそう。めっちゃいい。あ、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃ美味しそう。これはいいですね。めっちゃ美味しそうなクッキーがめっちゃいっぱい入ってます。なんかちっちゃいお年玉袋みたいなの入ってます。1、2、3、4、5、5枚なんですが、こちらのチケットでアフタヌーンティーティールーム、アフタヌーンティーラブ&テーブルにてお好きな紅茶をお楽しみいただけますということで、あ、アフタヌーンティーのティールームっていう、あのアフタヌーンティーのカフェで使える紅茶の一杯無料っていう券ですね。めっちゃすごい。結構いい値段しますよね、アフタヌーンティーのカフェの紅茶って。めっちゃお得じゃないですか。ということで、これアフタヌーンティーは紅茶無料券とクッキーとチョコレートと
お茶のセットでした。はい、はい、ということで今回はアフタヌーンティーの食品の福袋の開封と、ルピシアのお茶の福袋を開封してみました。2021年、いろんなお茶を楽しみながら過ごしたいと思います。皆さんも何か、楽しんでいただけてたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。